はい、どうもユーリです。今回も戦国ダイナスティ続きからプレイしていきたいと思います。で、その前にね、少しお伝えしたいことがあるんですが、私ですね、前々からちょっとお伝えしてなかったんですけども、生まれつき鼻炎持ちなんですよね。ちょっと今更感あるんですけども、モデのね、8万の方に指摘されましたので、ちょっとお伝えしようと思います。で、そこまで極度にひどいわけではなくて、年中鼻水が出るくらいの、軽い感じの鼻炎なんですけども、それでもですね、その日の鼻炎の調子によって、私の動画内での声が結構変わったりしてるんですよね。はい。極力そういったことがないようにはしてるんですけども、どうしてもね、そう簡単に直せるものでもなくてですね、動画内でも自分で鼻が詰まってきたと感じたらね、噛むようにして、するんですけども、その時はね、カットは入れるんですが、ご了承いただけたらね、ありがたいです。で、とりあえずですね、このことは私の今プレイしてるゲームですね、すべてのゲームで1回ずつちょっと言おうと思ってるんですけども、一番ちょっと申し訳ないのが、私の動画をすべて、ご覧いただいてる方にとってですね、はい、本当に何回もお伝えすることになるので、そのあたりもちょっとね、申し訳ないんですけども、ご了承いただけたらと思います。一つの動画だけで言ってしまうと、私の動画をね、特定のゲームだけ見てくださってる方にとってはね、伝わらないことになってしまうので、一旦ダイナスティだったり、桜色プリズム、そして、ファンパレもそうですね。で、デッドアイランド。一回ずつね、言っていこうと思いますので、そのあたりもちょっとご了承いただけたらと思います。ってことでやっていきましょうか。そうですね。そろそろレベル15にしたいんですよね。このダイナスティの。今14の、半分いってないくらいなんですけども。これをですね、早く15にして、ちょっと作りたいものがあるんですよね。それなんですけども、これですね、酒場。夜間の休憩ができる施設。美味しい食事や飲み物を、楽しみたい村人たちが、集まる場所と。料理人の仕事場にもなると、これ作ってみたいんですよね。なのでね、早く15にしたいところなんですけども、今って確か村人が、2人受け入れてる感じですよね。で、仕事がないってなってる、現状。はい。そうですね、作業場も、増やさないといけないのと、この村人2人を、受け入れましょうか。ただ今、場所がないんですよね。どうしましょう。新しい施設でも作っていきますか。前回が台所と、ここですね。飲料水庫か。作ってますんで、この辺りちょっと広げていきましょうか。よいしょ。ちょっと整地ですね。さあ、どこまで行ってる？ ちょっと、そのような過ちを犯してはならない。そんなつもりありませんよ。さあさあさあ。飲料水庫の方行ってるのかな？何してんだ、あの人。めちゃくちゃうろうろしてるし、U ターンしてきた。何？大丈夫？はい。どこ行こうとしてんだろう。さあさあさあ、ちょっととりあえず岩が、邪魔なので、これ取り除いておいて。で、動き挙動不審ならなんかおかしいぞ。まあいいや。で、何建てましょうか。まだ建ってない。あれ？あれ？私の村人だよね、二人とも。そうだよね。ちょっとね、普通に狼いるのやばすぎる。ちょっとやめて。そこの村、狼が来るんですよ。勘弁してくれませんか、これ。大丈夫か。よいしょ。見つかったらもうすぐ追いつかれちゃいますからね。やだな、ここ。怖い怖い。よし。で、ちょっとお肉をもらっといて。おい。いや、2匹いるよ。集まってきてる。まずいですね、これ。いつ襲ってくるか分かんない。ちょっと次建てるもの考えていきましょう。まだ建ってない、生産施設なんですが、すりは仕立て屋、採石場、火事場。ですね、木こり小屋。ある程度建ててますね。作業場って建てたっけ？これは建ててない気がする。作業所にしますか？
小さな村を発展させるために必要となる、非常に基本的な鉄の道具やその他の材料を、そうですね、作成するためのシンプルが万能に使える建物と、うん、職人、ちょっと待って、やばい来てる、ちょっと嘘でしょ待って、これ家入ってくる、嘘でしょ、まずいまずい、助けてちょっとおかしいよ、ここの村普通に狼いるんだって。なにえ、どうなってるここ、おー、ちょっと上のマーク何、なんか星3つん、え、このマーク何ですか、星3つ狼の上に、なんか記してあるんだけど、なんだこれ。さあ、やらせてもらいます家には入ってこれないみたいですね、一方的にやれますよここなら。ちょっと危ない危ない。さあ入ってこれないです。うーん、家は安全ですね、よかった。危ないですよこの星、なんだ、よいしょ、さあお肉もらっといて、いや危険ですねこの村柵も作らないといけないわ後々。うん、よいしょ、ただまあ家には入ってこないっていうのを知ったので、まあなんとかなるかな。で、作業場をこの辺りに立てておきましょう。ギリギリの位置がいい。うん。ここいけるかな？はい。さあ。場所的には、ずれたりはしてないですね。OK。このまま立てちゃいましょう。よいしょ。さあ、いい感じですね。丸太4つ。足りません。うん。そう、動物、ここね、めちゃくちゃ脇位置なんですよ。狼もいるし、鹿も。キツネもですね、ここの村は動物がめちゃくちゃ湧いてきます。で、丸太、まあ村人がね結構取ってきてくれるんで、まだいっぱい残ってますよ。うん、上質、ちょっと一旦倉庫に預けましょうか。手持ちが多いですね。脂肪とパセリは一旦いらない。食料庫ですね。生肉もいいかな。うん。よいしょ。ごぼう。で、これも預けて。はい。で、今いらないもの、なんだ?あ、大丈夫か。音楽変わっただけですね。貴族の服。うん。まあ、このあたり今使わないでしょう。調理鍋もそうですね。で、彫刻したいし。はい。一旦丸太すべて取り出して、あ、上質しかないですね。村人が取ってきてくれてるの上質だけなのかな今、まあ、多分私が設定したんだと思うんですけど、はい、さあ、まあ上質でも作れるので、いいですねこれで。で、ここも丸太で、あと壁が、枝と板が多分大量に使えます。よいしょ、板使わないか、枝ですね今んとこ。はい、よいしょ。さあ、にしてもここの村めちゃくちゃでかくないですか。あっちまで多分つなげれるんでですね、高台のと一緒に相当すごい村になりそう。岩崎村みたいな感じにね。ちょっと待って、重たい。いや、今の日用品消化で一瞬固まったぞ。大丈夫か。村人の機嫌も悪くないですね。うん。道具がないって出てる。あ、網がないのか。全部貝殻にしときましょう、これ。はい。ひたすら貝殻取ってもらって。お金をちょっとね、稼いでいきましょう。村人。うん。で、仕事がない。仕事ですね。作業場。とりあえず今作ってるから、これ完成まで待ちましょう。OK。よいしょ。さあ。いいですね。さあ、酒場に向けて、ガンガン作っていきます。避難民を増やすのと、まあ、一旦あれですね、特殊建造物でも、そろそろ新しいの建てた方が良さそうですね。うん。いくつでしたっけ、あと。結構ありますよね、はい。
まだまだ足りません。もうこの辺りになってくると必要研究値が尋常じゃないんで、うん、大量に受け入れないといけないと。よいしょ。さあさあさあ、よいしょ。いやー、枝の消費量もすごいな。村人、あ、そうだ、村人に取ってきてもらってるから枝あるはずだよね確か。木材倉庫見てなかったんですけど、あ、70個しかないけど、とりあえずこれはちょっともらっといて、うん、いや、もっと増やさないと回りませんねこれ。はい、できるだけもう自分で取らないように、取らなくてもね素材足りるようにしたいんですけど、相当受け入れないと。あとあれですね、最終小屋を大量に作ってって感じですよね。うん、他の作業場じゃ、枝取れないんで、最終小屋が必要。さあ、あ、そうだ。あとあれだ。小槌も作らないといけないですね。自分用の、小槌ぐらいいいのを使っていかないと。こんなにね、しょっちゅう壊れてたら困りますね。うん。まあ、せめて鋼なんですけども、匠できたかな、おそらく。鋼を結構持ってるので、あ、できますね。よかったよかった。さあ、もう匠に変えましょう。OK。これでまた当分使えるはずです。よし。さあ、いいですよ。さあ、もう、むしりながら移動して。いやー、いい感じですね。この真ん中にもちょっと建物とか置いていきたいですけど、今んとこ、角だけしかね、置けてないんで。はい。よいしょ。後々は真ん中も、うん、あの岩崎村みたいなね感じにしていきたい。できるだけなんか隙間がないみたいな感じですね。うん、で周りをめちゃくちゃ明るくすると、草が16個ですね。この辺ちょっと倉庫置きたいけど、多分勝手に立ちますよね作業場なんで。なのでとりあえず一旦取って、で、あ、そうだ、草がないですねこれ。待って、そうだ、前回でなくなってたんだった。まずいな。しかもね、ここの村って草がないんですよ。枝しかない。一旦戻らないといけないですね。うん、よいしょ。一つ目の村、そう、藁をちょっと買いすぎてるので一旦やめた方がいいな。月の茂み、あ、一応これで草は取れる。あ、この方はウコ女まだあれか、受け入れてない方ですね。よし、ちょっと待ってくださいよ。作業場ができたら受け入れます。うん、御座何個できるか分かんないんですけど、置けたら2個は置きたい。よいしょ。2個置くのって普通の家じゃないと無理ですかね。そのあたりもちょっと今の時点ではわからないんですけど、はい。さあさあさあ。向こうですね。うん。広すぎて割と遠いな。よし。屋根完成させて、はい。OK？ いや、相変わらずこれ、届きません。ジャンプしながらってできなかったっけ？あ、できるできる。でしょ。まあまあまあ、普通に届いてますね。よしよしよし。で、中の倉庫とかを完成させて、木工作業台。うん、よいしょ。いいですね。これで倉庫あるので、すぐ取り出せます。よいしょ。よいしょ。ここってなんだっけ？あ、桶が作れる。で、松明、照明。照明作ってもらいましょうかね。どうしよう。うん。なんか見たことないアイテムとか、てかまだ作ったことないものですね。結構あるんですけども。まあ、照明作ってもらうのもいいけど、枝使いますもんね。どんどん枝が減っていくのもちょっと困るんですが。どうしよう。はい。で、これ、御座一つかな。追加でもう一つとか作れない？よいしょ。うん、相変
変わらず足りないな。ここでも草使うですね。今持ってないもんね。うん、よいしょ。で、ゴザをもう一つ置けるかどうかなんですが、いや置けてくれないかな。これきっと畳のベッド、いやダメか、数の上限に達してる。いや置けないですね。やっぱり作業上的なものは一つが限界なのかな。うん、まあ いやとりあえず切ります。よいしょ。で、住人目ですね。で、お仕事なんですけども、できるものが今あんまないんですよね。木工作業台。縄そんないらないでしょう。まあ、置けはいいんですけども、照明も枝がないか作れない。ですね。今、できることないな。やっぱ最終小屋もう一つ作った方がいいか。ですね。一番ちょっと最終小屋が良さそう、今は。で、すごいちょっと狼の声がしてるんですよ、さっきから。いる？そこ。いない。いや、いるいるいる。普通にいる、これ。まずいですよ。しかもなんか星マーク2つ。このマーク何なの？さっき3つだったけど。なんか強さ的なものですかね。ちょっと入ってきてる。嘘でしょ。なんで？ちょっと。どういうこと？なんでさっき入ってこなかったよ。なになになに、嘘でしょ。ちょっとどういうことですか。な、何今の。私家入ってこなかったですよね、さっき。作業場入ってくるの？そんな仕様ですか。ちょっと危ないよ、この村。本当に。勘弁してよ。しかも、また嵐。そう、私の、この、なんだ、配信でダイナスティやってる時、大体嵐なんですよ、天気。どうなってるの、これ。いや、お金500円持ってかれましたよ。勘弁してよ、ちょっと。なんで入ってくるの？さっき入ってこなかったのに。家じゃないとダメっぽいですね、作業場は。普通に入ってくると、いや恐ろしい。気をつけよう。食料ゲージもだいぶ減ってるから、お肉もらわないと。で、最終小屋ですね。最終小屋も作って、一つじゃ足りません。バンバン作りましょう。で、場所なんですけども、暗いな。ここの横道だもんね。ここ道だからちょっとあんま置きたくないんですけど、いやもうそろそろ真ん中らへん置いちゃいますか。もう角だけじゃなくて真ん中にもね、建物ガンガン置いちゃって行きましょう。よし、さあさあさあ、最終小屋これですね。向きはこっちの方がいいかな。はい、対照的にしたいので、まあこっち向きでまずとりあえず一つ立てちゃいましょうか。はい、さあどうだ。こんな感じなんですけど、若干というかだいぶ斜めてるな。あれ、あでもこっちから見たら、あいや斜めてる。ちょっと立て直しましょう。よいしょ。いやー本当に相変わらずの嵐やめてほしいですね。本当に見にくいし。なんでこんなに嵐多いのかな、ちょっと謎ですけど。はい、ちょっと待って、そこ叩いたら置けません。いけるかな。はい、さあまっすぐなってる。なぜか斜めてる。なんでこれ。はい、そう本当に難しいんですよ、このちょっと視点を、遠くしてやってみましょう。まっすぐするんだけがどうしてもうまくいかない。はい、さあさあさあ、どうですかこれで。
いや横から見たいな。できてる？はい。あ、来たんじゃないですかこれ。うん。まっすぐになってるか、ん？なってるこれ。若干ずれてるけど、若干というかだいぶずれてるな。あ、これに合わせたらダメだじゃん。右の鐘の、うん、向き関係なく当ててみましょう。となるとこれぐらいだ。うん、これぐらいでこっちから見たらまっすぐなってるんじゃないですね。よし、 OK、 これでいきましょう。よしよしよし、これでちょっと真ん中にもね、建物を置いてっていきますか。これからよいしょ、視点戻して丸太ですね。うん、もうすぐそこから取れます。ほい、いやすごいな、ずっと雷鳴ってるよ。天気悪いですよこれ、本当にずっと。なんとかなりませんか。狼もいるし、狼いるしね、もう天候ほとんどずっと雷嵐ですよ。ここの村どうなってるんですか本当に。はい、よいしょ。でまた枝が足りません。うん、いやそろそろ減ってきたんじゃないか、さすがに。あ、って言ってもまだありますね。だいぶこの辺りの枝蒸してますんでね。よいしょ、 OK。 さあさあさあ、いくつだろう、30個ぐらいあれば足りるかな。うん、大丈夫、そこずっと立ってるけど。家入ろうよ。あ、てかあれか、私がまだ受け入れてないからだ。早く受け入れないとびしょ濡れになります。この嵐の中さすがに外で待たせるのはかわいそうですよ。急ごう急ごう。さすがにゴザーできるよねここ。最終小屋一つはあったはずなんで。いやまだ足りないな。で、季節どうしようかな。避難民もっと増やしたいんですけど、そう、一応ね、季節を遅らせることもできるんですよ。季節を遅らせるというか変えることが、うん、できるんですけど、まあ、食料的にももうだいぶ余裕あるんでね、やっちゃってもいいっちゃいいんですけども、どうしよう、また考えよう。うん、じゃないとあれですよね、放浪者というか、この物乞い小屋か、これ今のところ意味をなしてないっていう。多分季節変わらないと来ないんでね。よいしょ、なのでちょっとそのあたりも考えていきましょう。うん、まあ一つ季節変えたぐらいでは生活もねやばくはならないと思います。だいぶそのあたりちょっと余裕出てきたんで、はい。枝丸太16個ですね。戻りましょう。うん、草も取ってきてほしいな、草と枝。まあ、この最初小屋作って割り当てましょうか。これはこれ枝、草はこれですね、この白いやつ、うん、スキの茂み。よいしょ、笹でもいいのかな。ただ杉の茂みってやつの方が取れる数は多い。うん、でこのちょっと私思ってなんですけど、このあれですね、釣り小屋ちょっとかなりバグっちゃってるんですけど、多分これアップデートで見た目が変わったからなのかな。そう、釣り小屋と台所だけだいぶ変わってたんですよ見た目で。その2つ、その見た目が変わった2つだけがこのバグみたいなことになってるんで。そう、ここですね、これも台所で天井がねなくなっちゃってるんですよね。うん、ことなんで多分そうアップデートで見た目が変わったこの2つがバグってると。なんでまあちょっと後々さすがに建て替えますけど、はい、
まあ、それ以外は大丈夫なんでね、うん、まあね、間違いなく変わった、そう、見た目が変わってるからバグってるんだとは思います。で、あっちか、ここですね。よし、さあ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 、いや雨やみませんか、お願いしますよもうそう、よいしょ、オッケー。で、仕事場ですね、これを2つ作っていきましょう、うん。で、これ4つになるかな、合計作業所、向きを変えたら、あれできなかったっけ、できるはずなんですけどね、私前やったので。あれなんでだ、はい、向きを変えたら、え、できない、どういうこと、作業、あ、違う、こっちだ、間違えましたこれですね、はい、よしよしよし、さあさあさあ2個作って、よいしょ、これでまた枝と草を取ってもらえると。でござま一つですね、うん、追加することもできない。さあさあ、ここでも使う、 OK です。で割り当てていきましょうか、村人、そう、仕事ないですよね今、うん。で、最終さの、仕事場で枝と、あ、そうだ、石も欲しいんですよね。なんですけども、最優先は枝と草ですね。うん。これでいきましょう。季節的にも大丈夫だよね、今。取れるはず。OK。さあ、いいですよ。で、もう一つ空いてるんですよ。まだ受け入れてない、嫁状ですね。嫁状か分かんないけど。受け入れて、さあ最終小屋、うん、ではそのまま、お仕事してもらいましょう。はい、でこっちは石でいいかな、石2つの枝ですね、ひたすら枝取ってきてもらいます。うん、 OK。 今何人だろう、25人ですね。で、ダイナスティレベル半分まで来ました。うん、さあ、いい感じですね。草ないから今作れない。よしよしよし。いや、いいわ。村もだいぶ、うん、良くなってきました。で、あとどうしましょうか。避難民がもういなくなりましたね。とりあえず他の村行って、受け入れてきましょうか。季節をちょっと変える前に探していきましょう。よいしょ。ちょっと、バグってますね。だいぶ重たい。今読み込みにかなり時間かかってましたけど。お、食材承認。別に、うん、欲しいもんないですね。さあさあさあ、ここ前受け入れたけどいるかな？一人、あ、二人いる。よし。さあ、どっちも受け入れちゃいましょう。論人。久しぶりに、あれ、ひらがな来ましたよ、名前。論人。はい、受け入れます。で、もう一人ですね。うん。さあ、三輪。はい、三輪さん。はい、ぜひこっちに来てください。よいしょ。さあさあさあ、これまだ二人追加して、何してる、チャチ。寝てる、寝てる。OK、戻りましょう。で、前受け入れたとこってどこでしたっけ？荒野村って多分、まだ受け入れてないと思うんですが。あれ？どうだっただろう？ちょっと見てみますか。うん。暗いな。ちょっと見にくいんですけど。さあ、いますか？ニンニク生えてる。ここはどこにあるんだろう、物追い小屋的な建物なんですけど、あれ、ない村とかあるかな、
見た感じちょっと見当たらないぞ。うん、あれここにはない。ってことはあっても逆ですね。よいしょ、お肉持ってる。 OK、 あ、なくなった。ちょっと倉庫は取らないといけないですね。食料がありません。村人がだいぶ取ってきてくれてるからちょっと後で、もらいましょう。これ何？あ、わさび、わさびも生えてる。畑がだいぶ充実してますね、ここの村は。ただ物乞い小屋が、見た感じありません。え、そんなことある？でもないな。こっちは？いや、ここまで見てないならないでしょう。うん、この村ではちょっと受け入れられませんね。じゃあどうしましょう。てかこの柵いいな、なんかめっちゃ頑丈そうですよね。もちろんちょっと作っていきたいですけど。いやー、いないわ。戻ります。うん、ここはダメだ。はい、で2つ目の村でいいかな。うん、で最終小屋もう一つ。あ、待って、ひなみ増えてる。やった。玉さん、はい、定期的に来ますね、ここ。ありがたい。さあさあさあ、一気に3人増えましたよ。これでかいですよ。よしよしよし。最終小屋もう一つ作ります。うん、もう素材をね、たんまり取ってきてもらいましょう。よいしょ。いや、一番ね、序盤では役に立ちますからね、この最終小屋が。あれ？あ、結構間空けないと作れない、これ。ですね。うん。ここで、OK かな。ちょっと前が、出すぎてますね。はい。もう一回ちょっと視点を。うん。あ、雨やんだんじゃないですか？よかったよかった。雨というか嵐が過ぎ去ったようです。うん。いやー、よいしょ。さあ、できてる？大丈夫かな。うん、 OKOK。 さあ、これでいきましょう。よいしょ。さあ、あと丸太取って、作っていきましょうか。ちょっと段差があるんで、大きく見えますけど、これは仕方ないよね。うん。はい。よいしょ。で、あれですね。ちょっと板にだいぶ余裕できてきてるので、ですね。逆に丸太をちょっと、板に変えない方がいいかも。あとであれですね。作業場というか、仕事変えないといけないです。うん。さあさあさあ、枝でしょ？まだあるよね。うん、はい。いやー、減ってきてるなー。でも季節変えて、やっぱそうだ、この茂みも一回リセットした方がいいかな。食料と水が減る分にはいいんで、そっちの方が良さそう。はい、そうそうそう。あと明かりが少なすぎてめっちゃ暗いですね。家の中にもついてないから、これもどうにかしないと。この辺りだけちょっと明るいけど。よいしょ。さあさあさあ、階段がある分ちょっと余分に枝使っちゃいますけど。はい、 OK。で、壁も、これも枝だよね。うん。さあ、これで、ここの村だけでもう3つ、最初は作ったことになりまして、作業場が合計、6つかな。うん、いや。かなり余裕できると思います、これで。いよいしょ。さあさあさあ。枝がまた、足りません。
ける？いや、ギリギリ。ギリギリ足りる？あ、足りない。まだ必要。うん。この辺になんか草っぽいもの生えてるけど。これも取れないもんね。うん。そう、結構あるんですけど、これは取れないやつ。いやー、草もあって欲しかったな、ここ。そう、向こうの村はね、どっちもあるんで、かなり素材集めやすいんですけど、こっちにはないと。まあ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 。作業場の方でちょっとなんとかしてもらいましょうか、そのあたりは。はい。で、相変わらずまた草が必要で、丸太。うん。またむしらないといけないですね。はい。玉さん、ちょっと待ってね。あとで受け入れます。よいしょ。もう買えたら買っちゃってもいいんですけどね。もし、ちょうどいいところに商人で売ってたら。もし買えたらもう買っていきましょう。お金はもう、かなり余裕ありますね。木材でも買っちゃってもう大丈夫でしょう。食材買う必要ないんで。2万ですよ、今。すごくないですか、これ。2万余裕があって、飲み物も1000、1万、1000ありますね。さすがにこっからもうなくなることはないと思う。よいしょ。で、村人がね、増えることによって、まあ、消費量も、まあ、最近はなぜか減っていってることに加えてですね、どんどん作業所、仕事ね、してもらえるようになってるんで。お、今の季節は間もなく終了します。勝手に季節変わりますね。じゃあ、ついにあの物乞い小屋に、避難民来てるかどうか見れるかも。それを待ってたんですよ。今のところ何にも役に立ってないですから、これ。まあ、あれですよね、一つの建物で一人来たら。うん。いいかな。どんな感じで来るのかちょっとわかんないですけど。よしよしよし。さあ、いい感じですよ。ほい。で、こっちもある程度建て終わったら、この逆、今度逆側にまたね、建物建てていきたいですね。うん。さあ。で、これまた仕事場が、2つ作れると。よいしょ。さあさあさあ。生産施設の設備。うん。こっちですね。あれ？今何が足りないって出てた？はい。ちょっと。ここです。あ、丸太か。丸太大丈夫。あれ？あ、そうだ、倉庫がまだ、建てれてないから、ちょっと取らないと。丸太ですよね。うん。よいしょ。相変わらずこれ判定が難しい。少しでも触れたら作れないんですよ。で、小沢は作らないといけない。まあ、ちょっと食料庫は後回しでいいんで置いときましょう。よいしょ。で、倉庫アクセス。うん。よし。職人の道レベルに到達。はい。あ、これダメなのかな今。アップデートで解放されないと無理っぽいですね。ここまで来てまだ下アンロックされてないってことは。うん。多分そのはず。よし。で、割り当てましょうか。お待たせしました。まあ、3人いるよね。玉さん。玉さんから行きましょう。最終小屋。うん。で、早速取ってきてもらいます。よいしょ、現像巻いてるね。石です。現像は石と枝をお願いします。うん。よいしょ、OK。で、玉さんですね。玉さん。草と枝かな？さあさあさあ。いや、これだいぶ楽になるでしょう。よいしょ、OK。あ、
早速入ってきてますね。お待たせしました、うん、さあ建物もいい感じにできてます。多いな村人増えましたね本当に。で、あ、そうだ、食料取っておかないと。今ないんですよ。ここですね。さあ相変わらずすごい、何個あるのこの調理した肉。めちゃくちゃ取ってきてくれてますね。であと食材もちょっといっぱいあるけど、うん。で、ここ入れといて、さああとどうしましょうか。2人空いてますもんね今村人。うん、でこの辺りでちょっと一旦普通の家を作って、ベッドを目に作っちゃいましょうか。反対側行きます？普通の家、まあ大きな家はねさすがにちょっともう一個作るの大変なので普通の家行きましょう。あれ？いける？ここ割と詰め詰めにしたいんですけど、いやー見えないなこれ。向き合ってるか。はい、ここさあどうですか。まあ多少はずれてても仕方ないですけど、あ、完璧じゃないですか結構。うん、あ、いいですね、問題なさそう。 OK、 さあさあさあこのまま立てます。丸太ですね。うん、まあ基本はこの普通の家にして、まあ数個は2、3個ですねあっても。一つは1個作ってるけど、大きな家は2、3個あってもいいかなと思いますね。うん、素材がほんととんでもないんでそんなにたくさんは作れない。さああれ、この音楽あんま聞いたことないな。いいですね。うん、なんだろう、あんま流れたことない音楽流れてるんですけど、よいしょ。そうそうそう、玄関はまあとりあえずこれでいいか。変えるのはちょっと後々考えましょう。え、よいしょ、針葉樹ですね。枝は、まあ枝ももちろん使う。はい、針葉樹あるよね、めちゃくちゃ取ってきてくれてるんで十分足ります。で、とりあえず枝蒸しっていきましょうか。うん、この辺。はい、いや減ってるな、もうあんまないですね。足りるかこれ。よいしょ、まあ一応ちょっと村から外れたとこにもあの奥ですね、赤く見えるんですけどあの辺は一応あります。うん、はい、さあさあさあ、まあただもう少しで季節リセットされるって言ってたんで、次なんだ季節、冬かな次。冬だとちょっとまずいけど、あ、秋だから冬だ、まずいな、冬は素材大変なんですよね、なんとか乗り切らないと。でまあ最悪あの季節変えてももう大丈夫なんで、よいしょ、それでいきましょうか最悪。よし、で早いな本当に、空腹ゲージがどんどん減ってきます。うん、よいしょ。で1枚の壁で何個使ってる、針葉樹2枚で枝も2個かな。うん、で、普通の家って確かござ3つ置けるので、いやこれいいですよ本当に。今回だけ何人受け入れてるんだっていうどんどん増やしていきます。いや早くあの酒場を見てみたい。うん、よいしょ。であと屋根なんですけども石はある。丸太以外は、あ、てか全部持ってますね、大丈夫だ。よしよしよし、さあかなり順調です。うん、このまま立ててしまって、ほい、さあどうだ。ござはもともと2つあって、まあ、角にちょっと移動させましょう。これ
こことこっちもですね。はい。で、種類を変える。木と畳のベッドでいきましょう。まあ、基本ちょっとこれにしてるんでね、割とコスパもいい。うん、そんなに木材使わないんで。よいしょ。え、4つとか置けたりしないかな。ちょっと試してみますか。はい。あ、間違えた。ちょっともったいない、今の種類変えようとしたのに。はい。無駄にちょっと草使っちゃいましたけど、うん、仕方ない。で、これをとりあえず作り終えて、できたら角にね、4つ置きたいんですけど、できるかな。はい。さあどうだ、家具、寝室。あー、さすがにダメか。え、まず建物を完成させる必要がある。これ作ったらできる？よいしょ。今変えれないもんね。うん、さあどうですか？住居じゃない、家具。はい。あ、できるできる。え、もしかしてこっちもいける？あ、いける。めちゃくちゃ建てれますよ、これ。4人分いけましたね。よし。これで一気に受け入れられますね。うん。これでかいよ。ってことは、もう一つ多分普通の家どっかに作ってたはずなんですよ。どこだったか忘れたけど。あ、あれか。あそこにも4つできますね。よし。これいいですよ。もう一回あれですね。避難民。うん。いやでもさすがにいないかな、もう。受け入れられる人全員見たはずなんで。季節またぐしかなさそうですね、次は。あれ？また雨降ってきた？だいぶ晴れてるけど。雨降ってきましたね。うん。まあいいや。論人。はい。さあさあさあ、普通の家入れて、三輪さんですね。三輪さんも。さあ受け入れます。で、仕事なんですけども、最終小屋が一つだけ開いてないか。もう一つ作った方がいいか、これ最終小屋。どんだけ作るんだっていう感じなんですけど、まあ、もう一つあって良さそうですね。うん、よいしょ。で、そうですね、どうしよう。最終小屋作るか。畳、避難民。いや、避難民いないよね。一応見てみます？岩崎村。岩崎村どこなのかわかんないんですよ、本当に。こんだけでかい村だから、そう、物乞い小屋あるはずなんですけど、え、どこ？本当に序盤にね、見た気がするんですよ。その位置をちょっと忘れてしまって、思い出せません。うん。いや、どっかで見たんですけどね。ここ神社だから関係ない。はい。ちょっと明るいうちに探しましょうか。どっかいるでしょう。この上人いる？いない。でもマップも書いてませんもんね。うん。それらしきものがない。いやー、どこだ？いや、勘違いではないでしょう。さすがに、絶対どっかいるはずなんですよ。何しろ。なんか種まいてる？あれ、いないか。え、こんなに広い村なのにいないとかある？
そこの高台とか、もしかしてこっち？いや、こっちでもないですよね。このでかいお屋敷の中に避難民とかさすがに、うん、いないと思う。ちょっと見てみますか、一応。いや、ないでしょ、それは。ですよね、こんな貴族の服とかね、着てるとこですから。え、なんだこれ？カエル？なんかカエルっぽい声しません？なんだ？消えましたね。はい。カエルっぽい鳴き声してるけど。まあいいや、ここいないわ、やっぱり。いや、どうしましょう。季節、もうすぐまたぎますけど。いや、岩崎村に物乞い小屋ないと。ちょっとバグってるな、相変わらず。もう埋まってますけど。うん。いや、アップデートでなくなるとかあるかな？絶対ね、見たんですよね、どこかで。いや、でもないわ、やっぱり。ない。なんで？まあ、仕方ないですね。ここありません。よし。次、村戻りましょう。で、今季節またごうとしたらどうなる？季節を変える。使う素材とか書いてないんですよね、これ。見れないな。キャンセル。うん。まあまあまあ。じゃあまあ時間的にもね、今回ちょうどいいので、ここまでにしたいと思います。いや、だいぶ増えましたね、村人。もうあと少しですよ。ダイナスティーブル15。ってことで15になったら、酒場がついに作れるということで、いや、めちゃくちゃ楽しみです。ってことで、よかったらチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。今回もご視聴いただいた皆さん、ありがとうございました。それでは、お疲れ様でした。